はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日はですね、例の苔に侵されてた水槽ですねの現状というところでちょっと動画撮っていきたいと思います。昨日ですね、ちょっとまたメンテナンスしまして、いつも金曜日はメンテナンスデーということで、例のあれですね、ルーツさんがやってる金曜の10時半からやってるライブ配信あるじゃないですか、あれとかを聞きながら、だらだらメンテナンスするっていうのがちょっと日課というか、何かっていうとやっぱ何か聞いてやるじゃないですか、メンテナンスって。音楽聞いたりとかってするのも結構いいなとは思うんですけど、特にレイアウトとかされる方は結構やっぱテンション上げていく感じでやっぱクラシックとか聞いたりするのかなとは思うんですけど、私の場合は、ちょうどあの配信10時半から1時半ぐらいまでやるじゃないですか。で、このスライド消えるのが大体12時半ぐらいなんで、徐々に聞いて、配信を聞き終わって寝るみたいな感じにしてるので、そういった感じでやってるんですけど、それでちょっと昨日掃除というかメンテナンスしましてですね、ご覧の通り、上から見れば分かるんですけど、苔をね、全部、排除しまして、ただ万が一ですね、卵白の卵があると嫌なんで、苔はこっちに移したんですけど、意外となんかあっさり取れてですね、結構光が降り注いでる感じですね。こんな感じで、結構やっぱ苔が上に生えてるとやっぱなかなか光も当たらんということで、なんか水草の活性も落ちちゃってた感じだったんですけど、光が入ってですね、一応この水槽も CO2 添加してるので、活性上がってきたなというところをですね、基本的にやったこととしては、前に生えてる前景草を、やっぱりギニアアンブリア植えてたんですけど、やっぱ全部溶けちゃいましたね。全滅ですね。いや、買って増やしたんですけど全滅で、やっぱ有形ってやっぱこういうのがあるから、なかなか私も手出しができなくてですね、あれだったんですよ、やっぱなっちゃいましたね。残念なんですけど、ただギニアンクリスパと、ギニアンルドグイージアですかね、は育ってまして、やっぱりそのアンブリアって結構ちょっとなんていうんですかね、やっぱ大磯の方が好きだったりとか、ちょっと多少その有形層が一般的に、私もあんま詳しくないですけど、一般的な有形層が得意なところとはまた違った水草なのかなというところなので、致し方ないかなと。ソイル全部新品にしちゃったので、前は結構使い古したというか、ソイルじゃなくて砂利だったんでアンブリア結構育ってたんですけど、やっぱ逆に今回は消えちゃったということで、ちょっとしょうがないなとは思うんですけど、で結構このギニアンクリスパーが増えてたんで、もともとはここにある株から増えたんですけど、こいつらですねから増えたんですけど、増えたんでちょっとこちら辺に、あれですね、これなんていうんですかね、ピンチカットっていうんですかね、成長点、上の成長点だけパッと切って、また植え直して、根元はそのままっていう感じでやってる感じですね。私個人としてはどんどん水草が成長して、苔を駆逐してほしいっていうのがやっぱあれなんで、あんまり差し戻しじゃないですね、やっぱ差し戻しも似合う水草だと思うんですけど、そんな感じで、やったというところですね。でもなんていうんですかねやっぱこう一点で、この、タイガーロータスのレッドはやっぱ綺麗ですね。こう見るとというか、見ても見なくてもなんですけど、なかなかもうあと多分2、3枚したら水蒸気出てくれるんじゃないかなと思うんですけど、すごい。いや、私も実はタイガーロータスのレッドやるの初めてなんですけど、やっぱ鮮烈な赤ですごい見応えがあって、大変やっぱいい水草だなと、改めて思います。ちょっとカメラで見ると網がかってるんですけど、なんで網がかってるのかな、網がかかるの終わったかな、
まあなんていうんですかね、結構赤がバッとこう鮮烈で大変いいですね。でまあ隣の、クリナムも新芽出てきて、全般的にまあ苔生えててもあんまり水草自体は良くも悪くもというか、まあガンガン葉っぱ出してきてくれてるんで、まあそこら辺はいいんですけど、まあ結構ボルビティスとかがまあ2種類入れてるんですけど、奥に入れてるやつは、まあ、こいつなんですけど、まあ、2009年だか10年だかに入ってきたギニア瓶のボルビティスなんですけど、まあ、元々流木につけてるんですよね。流木の溝のところに埋めといてやったんですけど、結構流木をに沿うような形ででかくなって、まあ、私個人的にはこの、なんですかね、ここら辺にそのすごい水蒸気で葉っぱガンガン出てくれないかなっていうのがちょっと狙いなんですよね。やっぱなんかそのやっぱボルビーやっぱ水上でやりたいじゃないですか。そのかつてADA の、本社にギャラリーですね、ギャラリーに 180×120×90 でしたね、なんか水槽があって、そこですごいボルビティス水上をガンガン出してるっていうオープンアクアリウムがあって、それ結構自分の中でこれもう一回やりたいなっていうのがあってこの水槽をやってるので、まあ、あともう一つは MSR さんですかね、ブログまだ残ってると思うんですけど、水上のアデビアスがこうモサモサっとしてるのをちょっと再現したいっていうのでこの水槽やってるので、やっぱりちょっと水上関係やっぱりせっかくオープンでやってるので、まあ、オープンでやるんだったらオールガラスでやれよっていうところなんですけど、まあちょっとそこら辺も思ってですね、結構オープンでガンガンやってくれたらだなと、個人的にはちょっとそれ狙いなんで、でまあこの真ん中の方は有形層とかタイガーロータスとかで埋められたらなというところなので、まあまあちょっと苔がガンガン出て見苦しい感じだったんですけど、まあ着実に減ってはいるので、まあ次回次次回くらいはもっと綺麗な姿見せられるかなというところですね。まあちょっとねその寒くなってきたんで、やっぱ暖房はつけてるんですけど、やっぱりそのどうしてもその水温ってのはどうしても下がり気味になってしまって、まあ、そこでちょっと水草にですね影響が、まあ今1月じゃない、まあ2月が一番寒いので、まあちょっとね活性が鈍る可能性もあるんですけど、まあこの地温っていうんですかね、この低床の温度もやっぱ下がってしまうので、まあちょっとそこら辺は懸念材料なんですけれども、まあぼちぼちと、回復しているので、徐々にいい姿になっていくのを見せられたなと思います。ということで豊洲商店でした。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。